ガーシー、うん、来ますよね、帰国するって言ってます。会いたい、会って聞きたいことはただ一つ、政界になって何したいんだって。どう思います、印象は。だから何したいかって返事を聞きたいんだよ有名になるためにだけ政権になるのはやめろと、やめちまえです。人の悪口結構言ってますけど、悪口言ったっていいや別に。それはいいんですか、うん、だから責任持って言ってるのはいいよ別に。なるほど、悪口言えば受けると思って言ってるのは最低。なるほど、本当にその現代人間違ってると思ってるのはいい、うん、今まであんな議員いましたか。たくさんいるよ、たくさんいました。僕らからすると珍しいなと思っちゃう、うん、だってマスコミって人の悪口言って商売して集会しちゃって。じゃあそういう意味ではガーシーも一緒ですか。うん、週刊誌やなんかは人の悪口言ってやってるから、人の優位は優位になると思ってるんだから言ってる。それは理解できます。理解できるってその通りだと思うよ議員になること自体に関して。だから議員になって何したいんだって聞くの。その答えによっては色々聞きたい。なるほど、例えば何聞きたい。え、例えば何聞きたい。だから何したいんだって国会を変えたいとか多分。いやいや、答えられるかどうか分かんないよ。もしかしたら答えられないかもしれないそれは会いたい、政権になって何したいんだってことを聞きたい。田原さんから言いたいことあります。何したいんだって聞きたいそれが言いたいだけですね、わかりました。